どうも、竹虎です。今回は私と私の愛のキャッチボール動画をお届けしたいと思います。年末からですね、年始1週間ぐらいはですね、野球ができない期間がありますので、そこの時期はですね、私は地元に帰って兄とキャッチボールをしております。まあ、年始早々ですね、新しいフォームにも挑戦しているので、そちらご覧ください。そういえばですね、1年前も兄弟キャッチボールをしましたけども、その時とフォームは変化あるのでしょうか。ちょっと今年はね、変えようと思ってるとこあって。マジ2019年つけてたの、うん、ポンって、うん、これランナーいるときにバレちゃう、クイックでバレる、ポンってフォームが長い。太ももに手をつけることでテイクバックは安定しましたが、クイックの時にランナーにバレてしまうんじゃないのとズーさんに教えてもらって、映像を見てみたら確かに走りやすそうでした。今年はこれを改善したいなと思い、今回新フォーム試しております。スライダー、おいいいいいい、おいいね、あいいよ、ですよね。いやーむずいな。やはりまっすぐで。やりました。やりました。あ、いいね。おっと。あ、いいね。いい球だね。おーすごい。OK。ラスト。ラスト。いいね。佐々木家の年始でした。ドドン。ちなみに椿さんも北海道に帰省した際、兄弟とバッティングセンターへ行き、投球練習がてらストラックアウトへ行ったそうです。頑張ります。さあ、よし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 よということで、本日の動画は以上となります。新年もどうぞよろしくお願いします。チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。ありがとうございます。